ハンス・バルナーは、オーストリア、ケルンテン州フィララント郡ファイストリッツ・アンデアがいる、出身の元スキージャンプ選手。1970年代初めから1980年代中盤に、かけて国際大会で活躍した。ハンス・バルナーのスキージャンプ選手としての才能は、ベラインズ・スポート・ベリン・エイコ・ミッツ、スポートのダラストボ・ザ・ホーメックのフランツ・ビゴラ監督。 そしてオーストリアスキー連盟の監督ヨーゼフ・ブラドルとバルダー・プライムルに見出された。ヨーゼフ・ブラドルは1969年16歳のバルナーをオーストリアナショナルチームに招聘した。1975年にバルダー・プライムルがナショナルチームのコーチに就任するとオーストリアは黄金時代に突入する。アントン・イン・ナウアー、カール・シュナーブル、アロイ・スリップ・ブルガー、ウィリ・ピュルストル、 ラインホルトバハラー、ハンス・ミロニヒ、エディ・フェーデラー、アルフレッド・プング、ルディ・ワーナー、ウォルター・シュワブル、そしてハンス・バルナーと10試に余る、名選手を用紙ジャンプ界を席巻した。バルナーは1974から1975のジャンプ週間では、第3戦インスブルックで3位に入り総合10位となった。続く、スキーフライング世界選手権で5位。 翌シーズン時刻開催のインスブルックオリンピックでは90メートル級で6位となった。日本とも縁は深く、1977年の第48回グーサマスキー大会では70メートル級、90メートル級とも優勝。1981年2月15日札幌でスキージャンプワールドカップ初勝利。このシーズンのワールドカップ総合で自己最高位の7位となった。 1982年、ノルディックスキー世界選手権では、団体銀メダル獲得に貢献。1984年のサラエボオリンピックに、大会ぶりに出場し70メートル級、90メートル級ともに24位となった。このシーズン終了後現役引退。イタリアナショナルチームのコーチを務めた後、フィラッハの病院に勤務している。ありがとうございます。